タルズ夢の合体スペシャル。元の時代劇終わったわね。最後はドタバタしちゃったけど、あれなら泥沼にはならないよね。あ、もともと戦ってる片方がネプコだし。私は複雑だよ。二人が敵に回ったとはいえ、私が負けた歴史になっちゃったなんて。そうだ、これで歴史って確定したんだよね。そりゃそうなんじゃない。どういう形に収まったのかって確認できるのかな。図書館の本を見てみれば多分。あ、そうか、ここが図書館だってことを忘れてた。行ってくる。もしくはイストワールに直接聞くとかって。もう行っちゃったか。セガミはしゃいでるな。まれによくあんな風になるよね。あなたが軽すぎるんじゃない。自分の関わってた歴史のことなのに。今の私はバイクだからね。マシンは涙を流さないんだよ。だったら言葉も喋らないでくれるかしら。そんなずれないこと言わないでって。愛ちゃんとの燃える友情はバッチリ感じてるよ。はいはい、それはどうも。おお、キルを引き裂くようなセガミンの悲鳴。綺麗に収まらなかったってことかしら。やれやれだわ。愛ちゃんもやれやれ系主人公に板がついてきたね。できれば主人公を困らせる側が良かったわね。特殊能力持ちとかで。どうしたのよ、大きな声出して。あ、これ見てよ、ほらほら。はあ、どれどれ。この体では本も読めない。だったらシャシャリ出てこないで。どれどれ。え、愛ちゃん、私も知りたい。読んで読んで。かいつまんで言うと、サターンに負けたネプコは元来の負けず嫌いに火がついて、ことあるごとに再戦を要求。以降泥沼の戦いに。だって。私そんな執念深くないけど。本当に書いてるの？話持ってない。結局歴史は変わらなかった。もう私の苦労は何だったの。無駄になったわけじゃないでしょ。少なくとも消失した歴史は元に戻ったんだから。むしゃくしゃする。元はといえば全部あいつのせいだ。アリエフ、今からぶっ飛ばしに行こう。今の歴史は取り戻したんだし、絶対勝てるよ。落ち着いて。それと少し頭冷やして。次負けてまた戻ってくれる保証なんてないんだから。そんなの分かってるけど。でも つまりここは未来の図書館ってことね。あんまり未来感がないね、本ばっかりで。図書館の中なんだから当然でしょ。外はすごかったりするの？電線が地中に埋まってたりとか、家には全部太陽光パネルがついてたりとか。何その中途半端な未来感は。残念ながら外は荒野が広がる一方よ。じゃあ世紀末救世主的な方に転んじゃったんだ。それはそれで悪くない気がするけど。私も結構好きよ、あのシリーズにはお世話になってるし。珍しく話があったね。なんか人間の姿で喋るこの子を見ると違和感があるね。そうね、
でもこのネプコが出てきたってことは、いよいよ私のバイクも元に。おお、ねえねえ、アイちゃん、この紫の可愛い子誰？紹介して。戻ってないのよね。もうどうしてまだいるのよ。いや、私に言われても。ていうか、わざとらしすぎるよ。あれのどこが可愛いの？そこはお約束のボケで。いや、可愛いよね。客観的に見てもかなり可愛い部類に入るんじゃないかと。どうでもいいわよ。それよりさっさと出て行きなさいよ。あんたの体はあっちでしょ。やっつー、叩かないで。痛い痛い。でもどうして戻らないのかな。パラレルなのか、お都合主義なのか。そこはほら、主人公補正だよ。うん。なんか私たちそっちのけで盛り上がってるわね。我ながらバイクの私に嫉妬してしまうよ。あ、そうだ、アイちゃん、仲間になったんだからバイク乗せて。私に乗られちゃうの？それってなんだかインモラルな。でもドキドキしちゃう。意味不明なこと言ってんじゃないわよ、このバカ。IF のマジギレは珍しいね。あのさ、とりあえずしばらく厄介になるってことでいいのよね？うん、よろしく頼むね。私この人たちに馴染める気しないんだけど。大丈夫、案外すぐ慣れると思うよ。元の時代に戻るわよ。回復の必要はないわよ。元の時代。負けたサタンは個人のプライドもあってますます誠意高揚、以降泥沼の戦いにって。結局歴史は変わらなかった。もう私の苦労は何だったの？無駄になったわけじゃないでしょ。むしゃくしゃする。元はといえば全今の歴史。落ち着いて。そんなの分かってる。
いた、探しちゃったじゃない。こんなとこで何してんのよ。何もしてないよ。ぼーっと景色を眺めてただけ。あっそ、別にいいけど。どこか行くならせめて一声かけてから行きなさいよ。次からそうする。らしくないわね。何かあったの？私だってアンニュイな時くらいあるし。言いたくないなら別にいいけど、もう少ししたら出発するから適当に戻ってきなさいよ。ねえ、君はさ、ん？こんな世界でいいと思ってるの？どういう意味よ。私たちってさ、必死になって歴史が消失するのを防いでるわけじゃない？でも頑張った結果残るのが今のこの時代なんてさ。それはしょうがないじゃない。君はこの世界で生まれ育ったんだよね。セガミだってそうでしょ。私はどうなんだろう。記憶がないからってそこが変わることはないでしょう。まあ私のことは置いといて、この世界でさ、楽しかったとか感動したってことあった？そっとなの？そうね、そういうのを探して私は旅人になったのかもしれないわね。ないって認めるんだね。認めるっていうか改めて思っただけよ。でも今はそんなに悪くないわよ。あんたとかネプコみたいな変なやつといろんな時代を旅することになるなんて思わなかった。私まで変なやつにカテゴライズしないでくれる？あなたも十分変よ。ネプコに負けず劣らず。まあそれも今は置いとくよ。今は楽しいかもしれないけど、それが終わったらやっぱり残るのはこの何もない世界だけだよ。セガミは最初からブレないわね。そんなに歴史を変えたいの？うん、こだわるわよね。どうしてそこまで？そうしなきゃいけない気がするから。それにそうしても大丈夫だって思うから。思うからって根拠はなし？じゃあ言い直すよ。大丈夫だって確信してる。根拠？根拠はないけど。根拠もなしに大丈夫って言われてもね。大丈夫なの、絶対。でなきゃ私だって少しは不安になるはずでしょ。でもそんな気持ち全くないし。そこまで言い切れるのはあなたがなくした記憶と関係があるのかしらね。かもしれん。ねえ、手伝ってくれない？歴史を変えることを。君だって今のこの世界に満足してるわけじゃないんでしょ。いつになく真剣ね。私はいつだって真剣だよ。参ったわね。ネプコと一緒に来ればよかった。こんな時は絶対茶化してうやむやにしてくれるのに。真面目に聞いてよ。こっちは真剣なんだってば。そういう反応の方がセガミらしいわ。少し考えさせてくれる？少しってどれくらい？断っていいなら今すぐこの場で返事してもいいけど。ちゃんと考えてよ。あ、どこ行くのよ。もうすぐ出発するんでしょ。先に戻ってる。まったく気まぐれというか好き勝手というか。歴史を変えるね。誰かに相談でもしてみようかしら。でも相談できる相手なんて。問題ないですよ。え？鳩が
か豆鉄砲を食らったような顔をなさっていますね。いや、だってそんなあっさり。あの、私の話ちゃんと聞いてた？聞いていましたよ。歴史を変えることになっても問題ないかということですよね。そうよ。で、それに対する返事が？問題ないですよ。ないの？本当にないの？はい、ありません。そもそも変わってしまうようなものなら、変わってしまった後の姿こそがその歴史なのですから。いや、それはちょっと話が違うんじゃない？今、今日に至るまでの歴史は確定してるわけでしょ？私は過去に行って、それをどこかで根元から変えるって話をしてるのよ。まず大前提として、確定している歴史なんてものはないんです。過去に起きた様々な事象に対して誰かが認識して解釈を加えて初めて歴史になります。認識する人物や解釈が変われば歴史も変わりますから。 IF さんがおっしゃる今の歴史もそうではありませんか？これまで定説とされていたものが新たな発見によって全く違ったものに変更されるなんて珍しくないですよね。でもやっぱり違う気がするわ。それはあくまで解釈の話でしょ。直接介入するのとはわけが。過去から見て未来の人が解釈するのと、過去から見て未来の人が介入するのと、私には大きな差があるとは思えませんけど。あれなんか納得しそうになってる私がいるわ。それじゃあ漫画とかでよくある私が過去に行って自分の親を殺しちゃったりなんて話は？可能性としては2つあります。1つはどうしたって親御さんを手にかけることはできない場合です。前にも話したように歴史には修正力がありますから、あまりに不都合なことは実行することができません。もう1つは親御さんが IF さんを産む前に亡くなった場合、IF さんは全く別の親から生まれてくることになります。例えば今私は IF さんに助けていただいてますから、 IF さんの存在は歴史にとって必要です。ですが IF さんに助けてもらえさえすれば、 IF さんの親御さんが人間でも宇宙人でも構わないわけです。ご理解いただけなかったでしょうか？ちょっとカルチャーショックというか。それじゃあ祖父の結婚相手が変わっても孫が変わらず生まれてくる説も十分あり得るわけね。そうですね、諸説あるみたいですけど、私はそう解釈しています。私これまで必死に歴史が変わらないように瀬上のこと止めてたんですけど。もちろん意図的に好き勝手変えることはいいことではありませんから、 IS さんの行動は正しいと思いますよ。私も最初に調査上あまり影響が出ないようお願いしていましたし、きちんと説明しておけばよかったですね。申し訳ありません。私が勝手に思い込んでただけだし。でもそっか、歴史って意外とアバウトなのね。その言い方は少し寛容とか懐が広いとか表現していただけると。私は瀬上に協力してあげてもいいのかしら？それは IF さんのお気持ち次第かと。ですが一つだけ忠告させてください。忠告？歴史の修正力のことです。先ほども言ったように 100% 変えることができないことは絶対に実行できないから問題ありません。問題があるのはギリギリで変えても平気だけれど大きく歴史の修正が行われる場合です。この時歴史は分かりやすく言うと、修正が面倒くさいから変えられないように強い抵抗を示すことになります。強い抵抗？例えば？極端な例ですと、こいつに歴史を変えられたら面倒だと判断したら、だったらいっそ消してしまうかと
と言ったような。今度は急に俗っぽくなったわね。わかりやすく説明しただけですよ。実際はもっとシリアスというか神秘的というか。わかってる。長々とありがとう。頭に入れておくわ。マジで？ねえ、マジで。って、口をおかしくなってるわよ。本当に？本当よ。歴史が変わったら変わったで問題ないって言ってたわ。だったら手を出してもよかったんじゃない？そういうことになるわね。なのに毎回毎回君が止めるから。はいはい、おっしゃる通りよ。仕方ないでしょう。普通にやっちゃダメなことだって思ってたし。ああ、もっと早く確認しとけばよかった。別に手遅れってことはないでしょう。私たち時間移動してるんだし。気持ちの問題だよ、気持ちの。でもこれからは遠慮はいらないよね。ガンガン変えてくよ、歴史を。君にも協力してもらうからね。それでもやっぱり抵抗があるのよね。なんで？問題ないのにどうして抵抗があるの？だって過去に行って歴史を変えるなんてなんかずるいっていうか神様気取りみたいじゃない？君そういうの好きそうじゃない。私自身の手で新たな歴史を書き記してやるわみたいな。嫌いじゃないけど他人に言われると恥ずかしいからやめて。全く考えないでよ。悪いことは全然ないんだし、むしろ最悪の形になっている今の歴史を明るく正しいものにしようってだけなんだから。一応確認しておくけど。何？あなたは本当にいい歴史に変えたいだけなのよね。こんな何もない世界になっちゃった今を明るい世界に。決まってるでしょ。それ以外に何があるの？そっか、最初からそう言ってるのに。あ、ひょっとして疑ってたの？違うわよ、一応確認だって。まあそういうことならできる範囲でやってみますか。できる範囲じゃない、全力でやるんだよ。簡単だよ。